い、今日は小松市吉武町に来ています。この時間少し日も出てきてかなり気温が上がっていますので、今日も熱中症対策お気をつけください、さあ今日ご紹介するのはですね、野坂フラッグシップショップです、いやもう外観がとってもおしゃれで、今日はどんな素敵な靴と出会えるのかワクワクしてきました。10時半からのオープンなんですが、一足お先にお邪魔します。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日はお話を伺います中地さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中地さん、早速ですが本当にカラフルなサンダルたくさんですね。はい、これからの時期やっぱりサンダル履く機会多いと思うんですが、はい、私なんかこうちょっと足が合わないと痛かったり、あと冷えちゃったりする心配があって、今日はぴったりのサンダルぜひ紹介してもらってもいいですか。はい、そんな尾崎さんにぴったりのおすすめのサンダルをご紹介します。こちらにどうぞ。はい、野坂さん本当に靴の種類豊富で、もパッと見るだけでもねたくさんの数ありますし、奥にはこうカフェコーナーもあるので、まあなんかこう迷った時とかにカフェでゆったりしながら選ぶこともできそうですね。さらにこちらには靴のね足の測定をするスペースもありますから、本当に一人一人に合ったこう靴を見つけることができる、そんなお店になっています。そのコチさん本当にたくさんあるんですが、はい、サンダル一番人気からこう聞いていってもいいですか。はい、まずはこちらストレッチウォーカーで一番人気のサンダル、プルートです。プルート、どんな特徴があるサンダルですか。はい、ソールの設計にこだわったストレッチウォーカーは、この真ん中の部分が一番硬くて一本下の構造になっているんです。なので履くと体幹を姿勢をまっすぐに整えてくれて、バランスよく筋肉を使って運動できますし、そうですね、こちらコロンコロンと足が勝手に前に自然と前に出る歩行ができるので、そうですね、歩行アシストしてくれます。なんかこうコロンコロンと前に出ると体力もなんかこうあまり使わずに歩けそうな感じがしますね。そうですね、省エネ歩行が可能です。省エネ歩行初めて聞きましたが、ちょっと魅力的ですよ ね、 ね、 ですね。いや、さすが一番人気という感じなんですが、まあ、今日人気のサンダルももちろんいいんですが、私にぴったり合ったのも見つけたいなと思って、はい、実は中継の前に足測っていただいたんです。それがこちら、フットプリントになります、はい、まあ、私が地面にどれだけ圧力をこうかけながら立っているかというのを測ってもらったわけなんですが、ズバリこう私の足どんな特徴ありますかね。そうですね、尾崎さんの足はズバリちょっと浮き指です。浮き指ですか。はい、ちょっとどんな特徴があるのか教えてもらっていいですか。そうですね、こちらの足の指があまりついていないので、ここの腹の部分でペタペタペタと歩かれてるんだと思います。あ、ちょっと転びやすかったりしますかね。そうですね、結構つまずきやすいタイプだと思います。いや、私ロケ行くとねよくつまずくんですが、浮き指のね背中かもしれないです。さらにこう、私3ヶ月前に野坂さんでロケをねしたこともあったんですが、その時も浮き指と言われてしまいまして、まあ、何にも改善されてないな感じですが、そうなんですじゃあそんな浮き指の私にぴったりなサンダルも教えてもらえますか。はい、ちょっと細身の尾崎さんの足にはこちらのサンダルがぴったりだと思います。何というものでしょう。ヒオスという名前のサンダルなんですけども、こちらちゃんと足の指がしっかりと使える、はい、設計になっております。一度履いてみましょう。はい、はい、ありがとうございます。野坂さんではこうしてこう履くところから一緒にこう教えていただけるんですよね。はい、靴もサンダルも、履き方から、はい、お伝えしています。やっぱり履き方一つでね、だいぶつけ心地というか履き心地も変わってくるでしょうから。そうですね、はい、失礼します、はい、こちらをかかとをしっかり後ろにつけていただいて、はいはい、結構グッとかかとは下の方に寄せるんですね、はい、こちらかかとと足の甲のところをしっかりフィットさせます、うん、結構サンダルってなんかスポッて履ければいいかなと思って楽に履いちゃうことが多いんですけど、しっかりこう合わせるとそれだけまあ動きやすくなったりするんですかね、うんうんうん、そうですね、こちらかかととここをぴったりフィットさせて、足の指だけは動くぐらいゆったり、へ、はい、後ろはきつめで前は緩くということなんですね。はい、お、似合う。確かにしっかりフィットしてるから動きやすいです ね、 似合いますね。なんかこうちょっと夏と か、 なんかお出かけすることも多いですから、まあ、これならちょっと長時間歩いても疲れない感じがしますね、うん、さらにこう、はい、底の方はちょっとふわふわしてるので、うん、しっかり足をこう包んでくれて、はい、あ、これなら疲れずに歩けそうです。そうですね、はい、さすが野坂さん、もうぴったりのサンダル見つかっちゃったような気もするんですが、はい、まあ、他にもねきっとあると思うので、はい、そっちも見てもいいですか。はい、たくさんございます、はい、次はこちらどうぞ。はい、うん、は
はい、こちらジョリアです。ジョリア、またちょっとおしゃれなサンダルですね。そうね、ちょっと大人っぽい感じ、はい、こちらのジョリアヒールなんですが、こちら足の甲の部分とこの足先の部分が調整できますので、前滑りも少なくてヒールを感じさせない楽さがあります。いいですね、こうヒールを履いて、まあ、おしゃれしてデートしたいけど疲れたくないっていう、こう女性のわがままなんかにもぴったりですね。はい、さすがです。私もこれちょっと夏のお出かけにぜひぜひ使いたいななんて思ったんですが、まあ、夏といえばお祭りなんかもあるじゃないですか、はい、そんな時に履けるものもあったりしますかね。こちらどうぞ。さすが何でもありますね。お祭りよ、下駄だこれ。はい、下駄なんですけども、理想的な体重移動を促して正しい姿勢に導いてくれます。いいですね、こうなんか結構しっかりした作りになってますし、はい、あとは、まあ、ちょっと履いてみなきゃ分かんないから履きますか、ね、はい、うん、ぜひぜひ履いてみてください。かわいい、はい、どうぞ。本当ですね、ありがとうございます。まあ、これからの時期本当に履く機会増えますよね、はい、さらにこの見ます鼻がピンクでとっても可愛いんですよ。そうなんです、うんうんうん、こちら120種類以上鼻緒の種類がありますので、自分だけの一足をオーダーできます、うん、そんなにあるんですね。すごい、じゃあ、まあ、浴衣に合わせてもいいですし、うん、まあ、お洋服に合わせても良さそうですね。そうですね、お洋服に合わせておしゃれに履いていただきたいです。そして履いた感じも本当に軽いです。下駄だからちょっと重いのかなと思ったんですが、はい、全然軽くて履きやすいし、そうです、下の方がちょっと指の形に合わせてへこんでるのでフィットしますね、うん、そうですね、こちらも足型に合わせてお作りしてますので、はい、一つ一つ職人が手作りで、はい、お作りしております。なんかこう普段使いにも良さそうですね、はい、いいね。いや、本当にたくさんのサンダル今日紹介してもらいました、うん、いろんなシチュエーションに合わせて使えそうで、なんか選ぶ楽しさがありますね。はい、じゃあ皆さんもこの夏、野坂さんの靴で素敵な場所へちょっとお出かけしてみてはいかがでしょうか。ここまでお出かけ中継でお伝えしました。いや、どのサンダルも小田ちゃん似合ってましたけれども、いかがですか、うん、エリさん、あの浮き足ってことは指使って歩いてないから下駄とかは多分一番いいと思うんですよ。浮き指、うん、あ、浮き指か、うん、あの人は浮き指でした。だからあの下駄とかね、うん、あれ履いてったらいいと思うし、ま、女子アナさんですからやっぱりいつもパンプスだと思うんですけども、うん、まあちょっと改善するってことで今日からあの下駄で下駄アナウンサーで下駄アナウンサーいいですね。鼻緒のこのオプションもありましたね、ゆうちゃんね。本当だ、あのデザイン性もやっぱりすごく可愛らしいなと思いました、うん、本当欲しくなりましたね。いや本当ですね、皆さんもぜひね、うん、野坂行ってみてください、はい、以上お出かけ中継でした。